い、どうも音博です。今日の動画はオリバー開封、いやーちょっとねすごかった。でまあ僕昔からドラゴンボールとか、まあ、ポケモンのカードが大好きなんですけど、このチャンネルでは STBH スーパードラゴンボールヒーローズだったり、ドラゴンボールカードだったり、それからシールウェハース、ポケカのオリパ開封、自販機ガチャ、パック開封っていうのをまあやってるので、好きな方はね、よかったらチャンネル登録していただければすごく嬉しいです。でもうすぐチャンネル登録者様が1000人いくので、本当にね、ありがとうございます。動画の更新頻度としてはかなり突っ走ってるんですけど、どんどん突っ走っていきたいと思いますので、よろしくお願いします。じゃあ早速ね、今日ポケカ開封。実はもうこれ今1パック開封してるので、まずはね、そちらからご覧ください。どうぞ。はい、秋葉原のラジオ会館1階のカードラボさんのガチャやってきました。はい、で今回1500円だったんだけど、まあ表記見ると外れてもね、一応光もんが2枚確定してるっていうことで、あ、ちょっと熱いなと思ってね、できました。さあ何が出るんだろう。まず5枚構成なので、当たりが真ん中なんじゃないかと思ってます。はい、ズンと、はい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 、ズズズズズンと、さあ行きましょう。裏も、はい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 。1枚目と5枚目はね、外れコモンなんじゃないかなと思います。なので、こうして、裏から見ると、あ、そうだよね。やっぱり、はいはいはい、コモンでしたね、1枚目。これが2枚目になります。2枚目を今、開けてます。え、ちょっと待って。え、ちょっと待って。なんか出た。嘘でしょ。マジでこれはやってしまったのか。ちょっと待って。やばいもん見えた。うわ、ちょっと待って。うわ、マジでこれやってしまったかもしれない。ラッティアスと、待ってね、いきます。ズン！うお、マジでやってしまった。VMAX フュージョンガチャ交換券当日限りだった。うわ、やってしまった。マジか。これはやってしまった。当たりじゃん、これ。事故ってしまった。いやー、ちょっとさ、SDBH のガチャでもさ、前にも見たよね。ちょっと問い合わせしたいと思います。一回。さあ、どうなるのか。仕事帰りにね、もう一度お店さん寄って、まあ当日限りだったんですけどっていうことの経緯を説明して、まあめちゃめちゃダメ元でね、ちょっと聞いてみたんですけど、まあもちろんね、ダメでした。まあそれ当然だよね。当日限りって書いてあって、まあそれをね、数日後に持って行っても、まあそれはね、当日限りって書いてある意味がないですよね。まあなのでね、まあもう本当ね、これ教訓に、皆さん本当に教訓にしていただいて、もう絶対ね、僕みたいなことないように、皆さん当日限りっていうことがあるような表記だったら、まあ必ずね、必ずその場で開けて確認した方が絶対いいと思います。僕はね、こうやって帰ってきて開封するのが大好きなんで、どうしてもね、そういうことが事故ってしまうんですけど、皆さんはね、くれぐれも事故がないようにということで、まあ、今回ちょっと事故ってしまったので、もう1パックちょっとね、3000円のガチャをやってきました。で、当初は、まあ、視聴者様に1500円のオリパの方で出たやつ全てっていうことで、まあ、一応ね、視聴者様還元企画ってことでやろうと思ってたんですけど、ちょっとね、3000円の方を買ってきました。ちょっとね、前から3000円のやつ買いたかったので、買ってきました。はい。機械券の事故ったっていうだけじゃ終われなかったんでね、ちょっと3000円の方やってきましたんで、そちらね、じゃあ開封していきましょう。はい、行きましょう。さあ、開封行きましょう。いやー、何が来る、マジで未開封来た。マジか。ちょっと待ってね、未開封でラインナップどうだったっけ、なんかあったかな。ね、ちょっと一個思い当たるのめちゃめちゃあるんですよ。ピカチュウの未開封で、3000円だとレート若干下がっちゃうんですけど、めちゃめちゃ嬉しいのがあるんですよね、当たったらっていうのがちょっと一個あります。ちょっとどうやって開けるか。こう、こっち向きの方がいいのかな。で、それ出たら、ちょっと個人的にはめちゃくちゃ嬉しい。ただちょっと視聴者様的にはどうなのかっていうのはあるんですけど、それ欲しくて、ちょっと買おうかなっていうね、動画をちょうど撮影してたんで、それ出たらマジで激アツですね。ちょっとね、じゃちょっとこれ残しといて。はい、じゃあノーマル4枚なんで、3000円で1枚と。さあ、なんだろう。おー、ピカチュウ、マジで。マジか、ピカチュウのピン開封来ました。あとはね、何かっていうだけですね。いつも通りね、ズズズズンでいきましょう。3、2、1、ズズズズズズ、おお、そこ、これマジでこれだったんですよ。個人的にはめちゃくちゃ嬉しい。これめちゃくちゃ可愛くて、自分的には奇跡ですね。いやー、ということでね、まあ今回ちょっと激アツだったんですけど、まあこれね、視聴者様への、還元企画ということでね、まあちょっと全部ね、そういう企画系は、まあ全部ツイッターを通してやってるので、よかったらツイッターね、概要欄に載せておきます。で、ちょっと次なんですけど、ちょっといろんな動画上げてるので、まあ次のね、ポケモンカード見たい方っていうため、同じく秋葉原のカードラボさんで、このスーパーボールオリパ、ちょっと安かったんで、こちらね、5パック買ってきました。で、後ろに飾ってある、シャイニースター V は、ある視聴者様、プレゼントっていう形でご提供いただいたので、
ので、こちらね、開封しているので、よかったらね、見ていただければと思います。はい、という感じでね、まあ、今回ちょっと、まあ、事故った反面ね、ちょっと激アツな回だった回でしたね。最後までね、ご視聴本当にありがとうございました。もうちょっとで、1000人行くので、よかったらね、チャンネル登録していただければ嬉しい限りです。じゃあ次回またオリパ開封でお会いしましょう。じゃあねー、バイバーイ。